ないです中井理香です。こんにちは。ということで、私が今いるのはですね、富山県と新潟県のちょうど県境、こちらが糸魚川市。新潟県ってあの時のね看板があるんですけど、でこっちが富山市って書いてありますね。朝日町のところ、富山県と新潟県の県境ね、まるで私みたいな新潟と富山のハーフなので、私はふわり愛シーズン2のスタート。新潟県と富山県の県境にやってきたわけが、番組調べによると、はい、県境なかなかその県の人も行かないっていう。確かにその県と県の間って何があるかわからない。そこで新企画、日本の県境散歩。ローカルな魅力を発掘しつつ、1回のロケで2つの県を紹介できる、まさに一石二鳥の企画。もうね、エビさんがご家族でいらっしゃって、お父さんお母さんお姉ちゃんおじいちゃんおばあちゃんですかね。あんきもが丼に乗ってるなんて聞いたことないですよ ね。これ丼なの？下にご飯あんだ、やりたい放題だねいろいろあるんですよ。まあ、あの今回のこれを見てこういうのあるよっていうのをね知っていただけたらなと思います。ふわり愛第2期もよろしくお願いいたします新企画、県境散歩。1回目は新潟県と富山県の境目をぶらーりします。どっち行きます？先、先じゃあ一旦新潟に行ってこうやって戻ってくるまず新潟に行ってきたいと思います新潟はい、やってきたのはですね、糸魚川はあの甘エビが有名だそうなので、ちょっと海鮮系を食べていかなければならないと思ったのでその義務感に背中をされ、こちらですね、魚菜さんにやってまいりました。海鮮久しぶりだ、レッツゴー漁師直営魚菜は地元で採れた新鮮な海の幸が名物。中でも海鮮丼は味はもちろん種類もすごいんだとか。海鮮丼、うわ何？祭り。人気ナンバーワンだって。でかくないエビ。でもこれ食べたいよね、甘エビは有名なんだったらね。すごいね、カニがなんか溺れてるんだけどエビに大丈夫そうこれなんかとか、エビがね、あの川の字で寝てますけど美味しそう。海鮮丼、これどうしたんですかって、こんなご家族でいらっしゃってエビさんすごい名前がそうふざけてる、ね、カニザデスマスク丼とか赤い彗星丼とかなのに突然冬のブリ丼とか、なんか楽しそうですねでちょっとこの楽しそうなやつを頼みましょうか。すんごキラン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 や。え、丼にあん肝が乗ってますよ。一番人気の丼ぶり祭りはエビ、イクラ、マグロなど王道の魚介に加え、新鮮な旬の味がたっぷりと楽しめます。そして中井理香ちゃんがオーダーしたのが糸魚川の名物、南蛮エビこと甘エビ尽くしの丼ぶり。来ました。もう早速来てるんですけど、もうねエビさんがやっぱりご家族でいらっしゃって、お父さんお母さんお姉ちゃんおじいちゃんおばあちゃんですかねすごいなんかみんなして同じ方向を向いて前に進んでいこうという意思が見えます。あなたたちはこれから食べられますはい、ということでね、あのこんなにいっぱい、もうね365度見て、全部エビの大群がこうたくさんいらっしゃって、下もご家族だったんでしょうか。
何匹いるんだろう。いただきます。数えらんないね。じゃあお醤油かな。どうしたらいいんだろうか。どうしたらいいんだろうね。ここでわさびを溶いてかける。わさびを学んだんですよ。わさびっていっぱい食べ過ぎると鼻にツンとくるんだなっていうこと。やっとようやく25年間生きてきて最近学んだので。ドゥ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 。下手くそ。醤油かけ下手くそ。ちょっとまあ慣れ目で慣れ目でいい感じにごまかしてもらって、じゃあちょっと食べていきたいと思います。こんなにいっぱい乗ってたらさ、どこから食べていいか分かんないよ。じゃあこのいとことはとこを一緒に。わーすごい。いただきます。うんうん、指だ。もうプリップリで甘いし、あとすごい濃厚ですね。なんだろう、本当になんかいとことはとこっていう感じを感じました。めっちゃ美味しいです。主張がすごい、エビだよっていう自我が強い。こういうタイプはやっぱセンターになれないですよね。どういうことですか。こういうなんか癖の強い、我が強い私みたいなタイプはセンターになれないです。どこでも輝ける。美味しい。うん、これはぜひ糸魚川まで来て食べてください。ところでこの南蛮エビの名前の由来は、新潟県では甘エビを南蛮エビと呼ばれる。うん、南蛮エビ。そうなんですか。うん、南蛮エビせんべいとか結構駅に売ってたりするんですけど、なんか赤いエビなので南蛮エビって言うんですけど、でも甘みが強くて本当に濃厚なのが新潟のエビで、めちゃくちゃプリプリしてて美味しいんですけど、まさにっていう感じですね。すごい新潟を久しぶりに食で感じました。ダイエット中なのでめちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。そして人気ナンバーワンの丼、まつり。これですね。こちらにもエビさんがね、ご家族でいらっしゃって、でこっちにはイカとあんこうかな、あん肝ですよ、あん肝とネギトロ。これバイ貝、これバイ貝、バイ貝でしょ。バイ貝もこのスタイルなんだ。こうやって出てくるやつ。そうなんだ、そっかそっか。じゃあちょっとこちらもいただきますか。はい、というのは3月中旬はあんこうが旬なそうです。そう、あん肝がすごいいい時期みたいなので、なんか県外から来るって言ってましたね。そう、県外からも足を伸ばして、なんかどうやって食べたらいいの。あん肝が丼に乗ってるなんて聞いたことないですよね。ね、これ丼なの。下にご飯あんだ。やりたい放題だね。よく見たらサーモンさんとかも結構います。マグロさんとかも。だって橋かかってるよ。祭りなんだ。ちょっとあん肝をいただきたいなと思います。うん、うん、濃い、めっちゃ濃い、超美味しい。あのもみじおろしでちょっと爽やかに、これだけで丼作ってもいけるぐらいです。あとは白子とかもいきますよ。じゃあ白子いきます。うわー、ねえ、あなたはご家族なの。ちょっとみんな家族連れなんだけど、すごいキラキラ。臭みがなく、とても美味しいです。ありがとう。割合、最終回これ。第1回です。あ、第1回か。また、あのね、
今期もよろしくお願いいたしますということでね。今期ちょっとウェブサイトをリニューアルしました。おー、じゃあまたいろんな情報をそちらに皆さんぜひ書いていただけたら嬉しいです。